音楽祭とは一定の期間に特定の地域もしくは会場で集中的に複数の出演者によるオペラやコンサートなどを行う一連の音楽行事である大規模なものでは数日がかりで開催したり複数の会場で演奏を同時進行させたりするノバロックフェスティバルにて演奏会場の周囲にキャンプ場が見える数日がかりで開催する場合 宿泊施設だけでなく、キャンプも好まれる、ブルータルアサルトにて、舞台が二つ見える。複数の会場で演奏を同時進行させたりする。伝統ある、音楽祭としては、ザルツブルク音楽祭やバイロイト音楽祭が有名だが、いずれも、言語では音楽を意味する言葉はなく、単に、祝祭上演という意味である。また同じ意味で、ベルリン芸術週間 国際モーツァルト週間といった名称も使われ、総じてヨーロッパでは伝統ある音楽祭ほど改めて音楽という言葉を入れない傾向にある。日本では地名、音楽祭として表記することが行われてきたため、一般の人にとっては分かりやすいが、言語との表記のギャップが生まれる結果となった。アイルランド、イギリス、オランダ、フランス、イタリア、スペイン。 オーストリア、スイス、チェコ、ドイツ、ポーランド、スウェーデン、フィンランド、ロシア、アメリカ合衆国日本クラシックの音楽祭が、主に、コンサートホール等で開かれるのに対し、ポピュラー音楽では、屋外で大規模に会場を設営することが多い。大音量を用いるため、住宅地から離れた、都市部の工業地域や、埋め立て地などの空き地、あるいは、郊外の牧場、スキー場、 海浜公園などで行われている。屋内の場合では、コンベンションセンターやスタジアムなど、コンサートホールよりも、さらに多目的な大規模集客施設で行われる。出演者は集客力増大を基とした構成が多い。ミュージックフェスティバル、音楽フェスティバルなどカタカナで呼ばれることが多く、しばしば、フェスと略される。また開催される時期、 季節よって春フェス、夏フェス、秋フェス、冬、フェスと称されるが、多くのフェスは、長期休暇を取りやすく、気候的に適した夏季に開催される。野外で大規模に行われるコンサートとしては、世界的には1950年代のジャズフェスティバルや、フォークフェスティバルが始まりである。日本ではそれに遅れる形で、集客力のある、歌謡曲の歌手による、 野外コンサートが開催されるようになった。バブル圏域期の1980年代末には、ジャズやロックの著名な外国人アーティストや、当時日本でアイドル歌謡曲に代わって主流になりつつあった J-POP を中心とし、大型スポンサーを後ろ盾にした大規模な野外コンサートが開催されていた。それらは、 バブル崩壊後、スポンサーを失い下火になっていったものの、1990年代末から、日本四大ロックフェスティバルが開催され、活況を呈すと、それに続く形でロックを含む、ポピュラー音楽全般においても音楽祭が、日本各地で、次々開催されるようになった。ありがとうございます。